やばいことを落として、安定戻します。はい、じゃあ今から閉めます。はい、じゃあ閉めます。はい、では200ワットの続きですね。じゃあ次はいよいよこの例えとですね、教えを合わせていく、そういう合法談というんですけどね、実際この教えとこの、例え話があってね、それを実際教えと今から合わせていきます。一つ一つね、具体的に解説を親鸞聖人おっしゃってますから、そこからいきたいと思いますね。次に例えを合せば、例えをですね、二百度の例えを、合わせていきます。今からまず順番にいきますと、東岸、ね、東岸、東の岸、ね、これは何を表せるかといったらですね、すなわちこのシャバの固くに例えるんですよと。この東岸というのは実はね、これ志願のことね、この岸、今皆さんが住んでいる世界を東の岸といって、この岸といって、シャバの固くに例える。つまりね、シャバとはこれね、堪忍度と言いますね。堪忍堪忍言いますよね。これはね、耐え忍ぶ。このシャバ世界はね、耐え忍ばねばならない世界がシャバなんです。だからどこ行っても同じ、いわゆる極楽、心が浄土に遊ばない限りはね、どこ行ってもシャバつらいです、ね、シャバとはこれは堪忍度、ね、耐える、ね、こんな字がありますね。堪忍、土辺にこらえる、こらえ忍ぶと書きますね。こらえ忍ぶ、このシャバ世界はこらえる、ね、こらえて忍ばねばならない世界、これ土はこれ世界ね、これをシャバとこう言いますね。今はこれは囚人が使いますよね。シャバの空気はうめえなと、ね、刑務所から出てきた人がシャバはいいなというふうに言いますけどね。元は仏教の言葉ですね。サーバという言葉がインドにありまして、それをシャバで当てられたんでね、これ別に砂のばあちゃんじゃないんですよね。堪忍度という意味でございます。次、固く、これは法華経にあってね、この皆さんがいる世界はね、火の家なんです。火がね、燃え盛ってね、不安が充満している。いつ自分の、ね、家が燃えてしまうかわからない、もう不安がいつもある、ね、今日は幸せでもね、明日交通事故でどうなるかわからないしね、一寸先は闇、それがこのシャバの固く、ここは絶対幸せになれないんですね。ほんのしばらくの安心しかできない、すぐ不安になります。未来考えたらね、これから大きなね、大地震も起きる可能性も十分ございますから、大きな津波来るかもわかりません、ね、これがシャバの固くですよね。まずそれを皆さん自覚してください。非常に不安な苦しみには充満した世界がこのシャバですよと。次に西岸、西の岸、これはね、西岸というのはこれは極楽報告に例えますよと。この皆さんが目指すね、究極の世界はね、極めて楽しい世界、宝が充満した世界。だから皆さん今ね、宝石集めなくてもいい、でも捨ててもいいです。代わりにね、徳を身につけたら、ね、宝石捨ててもね、徳を身につけたらね、それがあなたのね、宝になります。もう宝が充満した、7つの宝でもうね、満ち足りた溢れた世界が、ね、心の極楽、ね、まあ物はないけどね、もう功徳に溢れた世界が極楽の宝の国であると、こうお釈迦様もおっしゃるんですね。極楽報告に例えますと。次、軍属悪従偽り親しむとあるんですね。皆さんがね、仏法を求めようとするとですね、軍属悪従がね、偽り親しむ意味はね、まずはこれはね、これ一言で言いますとですね、弓道文法を妨げるものすべてをね、軍属悪従と言います。まあ、2つに分けますけどもね、意味は群がる族、これね、刀を持ったりですね、槍を持ったりして、弓を持ったりしてね、
殺すぞというふうにね脅してくるものが出てくるかもわからない。これはね実際人としてね皆さんの弓道を妨げる人が出てくるかもわからないし、あなたの心にね、これあと説明がありますけどね、横柴な心、仏法を、ね、聞かせ合おうとしない、聞くのをね妨げる心があなたの心にね出てきたならば、それも軍属ですね。悪獣もね、これ獣ですからね、誘惑ね、こんな仏法よりもねお酒の方がいいぞとかね、遊びに行こうがいいぞと、仏法を聴聞するよりもねこの五欲の楽しみの方がいいぞということで、文法を妨げる心が皆さんの中にもあると思います。それがね偽る、これ詐欺の差ですよ。あなたの心を騙しにかかるんだと皆さん実感すると思いますよね。ここで誘惑に負けてね聴聞をお休みすることありますよね。聴聞はよりはやっぱりねシャワーの楽しみの方がいいですからね。あと親しむ、本当友人のようにねやっぱり五欲を楽しむ、このシャワーの楽しみの方がいいということで、仏法をおろそかにする心があなたの心にあるんだよと。軍属悪獣が偽って親しんでくると、こう経に例えにあるんだけどもね、意味はこれはね衆生の六根六色六人五運次第に例える。まあ難しいことができましたね。六根六色、ね、六根とはねあの我々のね、ね、目耳鼻舌体、ね、この意識ね、それ六根、そして、六式はね六式、前後式意識六式ね、六人はこれね地理と書いて対象、目ならばね、色や形、耳ならば声、鼻ならば匂い、舌ならば味、触れ物ならば触れたもの、私たちはねこの対象全部楽しいんですね。いいものを見たり聞いたり味わったり舐めたり、ね、触れたりする楽しみですよね。そういうものにね、対象にした後執着するんです。つまりこの世の快楽です。この、これ2つひっくるめてね、この世の皆さんがね執着しているものをね言います。で、五運はこれ体そのものね、五運というのは、肉体と心、次第はこれは肉体、つまりあなたの肉体やあなたの心全部含めて、これがあなたの心や肉体があなたを騙してあなたに親しんでね仏法を聞かせまいとする心はあなたの心にあるんですよと、こういうふうにおっしゃるんです。そして次に無人空港の宅、無人空港のこれ沢と同じんですけどね、無人空港の宅、これはですね何かと言いますと、皆さんね周りにね友達いっぱいいるけどもね、お釈迦様ねあなたにはね真の友人はいないとおっしゃるんです。まことの友人がいない、人は誰もいない、だからあなたの心は孤独なんですよと。いっぱい友達でもね、ほとんどの人は仏教から言ったらね無人の荒野、ね、空寺で空でで遥か、誰も友達がいないとおっしゃる。これは何を言ってるかと言ったらね、これは失礼じゃないか、わしはたくさんね家族もいるしね友人もたくさんいるぞと言うかもしれませんけどね、それはねどういうことだと言ったら、常にね悪友に従って真の善知識に合わざるなりとおっしゃるんですね。ほとんどの人はね仏法を聞くのなんてやめようじゃないかね、このシャバの楽しみの方がいいぞと、お酒がうまいぞね、このテレビが楽しいね、この世の快楽の方がいいぞ、仏法なんてクソくらいみたいな感じでね、そんな方が多い。それはあなたの心にもあるということで、悪友いつもね悪友ばっかりいるからね、誠の善知識、この宮学堂を吸いましょうというね、こういう人がねほとんどいないんです。いたら無人の荒野から解放されてあなたは幸せになれるけどもね、宮学堂を吸いましょうという人がほとんどいないから、常に悪友に従って真の善知識に合わざるなりとおっしゃるんです。今皆さんも知りますからね大丈夫なんですよ。で次にスイカ二ガに例える、次にね水や火の川、二つの川、これは何を例えているかと言いますと、主情の豚内、我々の豚欲愛欲を水に例
と言います。我々の、怒りや憎しみを火に例えますとこうおっしゃるんですね。主情の貪欲愛欲は水のようにね、底が知れない。そして、ね、心臓怒りや憎しみは、ね、火のように燃え上がってますよね。この水か苦があなたの文法心、あなたの仏法を求める清らかな心、ね、これ清浄願望上心と言いますけど、あなたの、ね、心には白道という、ね、清らかな心があるんだけどもほとんどないような感じ、あってなくて等しいふうになるのは、ね、水か苦のいわゆる煩悩があなたの文法心を焼いてしまったり潤してしまうからなんです。しかしね、今あなたはほとんど水や火にね、邪魔されてますけどもね、あなたの心の中を見ると、ね、細い細い中間の、ね、細い細い真ん中のね、中間の白道が走っている。向こう岸にはね、届いてることが見えない。阿弥陀仏は見えないね。ただ白道が途中まであるというかね、そんな感じ。本当にね、生きるかどうか心配なんですね。はっきり白道がね、向こうまであったらね、安心していけるけどね、白道が途中で切れとったら落ちてしまうから、それで怖くてね、進めないんです。じゃあこの白道を絞すは何かといったらね、衆生の貪瞋煩悩の中、我々のね、貪欲や怒り煩悩がいっぱいの中ね、そのあなたの心の底にね、かすかながらね、清浄願望上心があると。この心を清浄心、ね、清浄願望上心、ね、これがね、清浄心、ね、生まれるとおっしゃるんですね。清浄願望上心がね、生まれ、世心だからさせてやるということですよ。阿弥陀仏の方から、仏様からね、あなたなければね、仏様がね、あなたにね、清らかな心をエコーして与えてね、往生、浄土往生したいという願いをね、心を生ぜしめたも起こさせてくださる、生まれさせてくださる、そういう働きがね、あるから皆さんを進めますと、こういうことなんです。西の方からね、来いよ来いよとね、西の方からあなたをね、西の岸の方からですね、弥陀の願意、阿弥陀仏の願いの心がね、来いよ来いよとね、召喚、招き呼んでおられるんです。それに招かれて皆さんは引っ張られて、今日はね、この場に足を運んだと、こういうふうにね、言うて実は間違いないんです。こう浄土真宗で言いますよね。貪瞋煩悩の中、よく阿弥陀仏の力によって、よく清浄願望上心の心を生ぜしめるに例えます。じゃあどうしてスイカのごとしというかといったらね、それは貪瞋が強いからだと、ね、貪欲と真理が強いから、強いから強いからスイカのごとしと例えるんだと、こうおっしゃってますね。またね、どうして白道というかといったらね、これ細い細い白道でありますよ。これはね、全身がミーナルが言う、全身ね、良い心、かすかな良い心がね、これ美、本当に微妙の美なんですよ。もうかすか、でもこれがやがてね、大きくなるんですよ。今は皆さんね、良い心はかすかしかない、ね、仏法を聞きたい心、幸せにしてあげたい、人々を幸せにしてあげたいという心もね、かすかながらあるから今この場に座ってると思いますね。でもこの全身がかすかな心がね、これが白道なんだと。全身がかすかであるから白道と例えた。つまり細い細い白道ね、もう白寸のね、もう渡れるか渡れないかギリギリのところなんです。それはよく怒りが邪魔してますけど、でもね、大丈夫、この細い細いね、白露がね、これは後で親鸞に晩年ね、解釈し直されてね、救われるまでを白露と言うと、白露、ね、この道路の路とで2つ分けたんです、親鸞に。この路はね、救われるまでの細い道を路と言う、救われたら大きな道、これね、日本語で言ったらね、この道はね、
国道とか県道に使うんです。大きな道にね使う言葉がこの道なんですね。こちらは路地の路ですからね、あの市道、個人の道ね、路地とか小さな小路、小さな道をこの字で使うからね。こっちは自力、あなたの心の、あの門方針、ね、細い細い門方針、弱い心、それが他力の信じたらね、広い道になると。もうね、こう白道が開いたらね、よく怒りがあっても問題にならない、ね、道がうわーって広くなる。もう全然よく怒り関係なくなる。でやがてよく怒りが消えるというのが渡り切った時ですけどね。そういう風になると信頼という晩年ね、不徳症でこの解釈をさらにね深めて教えてくださっています。で次、また水は常に道を潤す。水の波はね、いつもね、あの水の波はいつもね道を潤す。これはどういうことだと言ったらね、愛心常に起こりて、ね、愛欲の心、貪欲がですねいつも起こってね、この全身を良い心をね染めてね汚してしまうと。この欲が起きたらね、この水の波がね脈動をザバーとねこの潤すのはね、愛欲の心が、かつらの心が全身をバッと消してしまうと。全身を染めて、汚してしまうに例えると。また火炎、ね、火の炎は常に道を焼く。火の炎はね、道を焼くというのはこれ何かといったら真剣の心、怒りや嫌いだという心がね、これが功徳の宝財、仏法を聞いたで功徳の宝、法の財産をね焼いてしまうと。怒りは怖いんですね。これがね、今までね聞いた功徳のね仏法の宝をねみんなね焼いてしまうと。だから怒りはね気をつけなければなりません。でもそういう中で皆さんは人道の上を行って直ちに西に向かう。今皆さん行ってる最中ですね。人はこれあなたですね。あなたが今ですね逆道という道の上をですね今あなたは歩いてますね、実行して行ってます。そしてまっすぐに今西に向かって進んでおられる。これは何だと言ったらね、解釈をされて意味はですね、すなわち諸々の行合を差し向けて直ちに西に向かっていることを例えると。つまりね、この道は善の実践なんです。もろもろ、まあ、六度万行といってね、武器としている善がたくさん教えられています。そのね、もろもろの良い行い、行合行いね、行合がいっぱいありますよね。六度万行とか八正道いっぱいありますけども、その皆さんが納めた善功徳をですね、ね、差し向けて、絵はこれエコーですね、エコー、ね、指針にエコー、指針発願、指針にエコー、差し向けて、そしてまっすぐ西に向かって進む。つまり逆道するということはですね、人が、我々が道の上を歩くということはですね、歩いて西に向かうということは、もろもろの行合をね、自分が貯めた功徳をエコーして、ね、功徳を貯めてエコーする、極楽浄土にエコーする。これが九度の道程なんですね。そうすると阿弥陀様からいただくという体験もあると。でもそれまではね、ひたすら十九、二十段を過ぎますから。十九段では四死に死、発願、諸の功徳を収めて、ね、主所功徳、四死に発願で、ね、諸の行合を行いを差し向けて助かろうとするね。で二十段では四死に行こうですけどね。そういうところを通ってまっすぐ西に向かって進んでいる状態とは、ひたすらね善に向かって、光に向かって善に励んでいる、ね、心を清らかにしようとね、煩悩から離れていこうとする。なかなか離れませんけどね、よく怒りが周りにありますけども、でもなんとかよく怒り、火や水の川が脈動を潤さないように、焼かないようにね、頑張ってひたすら諸の行合を差し向けてね行こうとするのが九道ですよ。これが九道の道程、はっきりねおっしゃってますね。もろもろの行合を差し向けて西に向かうのが、ね、この脈動を進むということである、こうおっしゃってます、ね、そうすると次ね、
冬瓜に人の声が聞こえるとありますけどね。次に冬瓜に東の岸、今皆さんがいる場所にね、人の声がする、人の声、声の進め、西へ向かって行きなさい、使わす、ね、使いの言葉が聞こえてくる。使わすを聞いて白道を訪ねて、直ちに西に向かうとはどういう意味かと言ったらで、本来この東岸の人の声はね、お釈迦様なんです。本来は釈迦なんだけどもね、お釈迦様はもうね、すでに亡くなっておられます。禅宗大師の時代でもね、もう今からね、もう1000年以上前ですからね、1300年前ですから、もうね、もうとっくに亡くなっておられます。だから釈迦はすでに召しられた、寝屋に入られた。だから後の人はね、お釈迦様を直に見ることはできないけれどもね、このお釈迦様の代わりにね、教謀があるんです。教謀、これ教えです。教えは残っている。この教えが東の岸の声に例えることができると。まあここでもね、宮学堂でもね、あれがお釈迦様がね、東にいるんだけどね、宮学堂でもね、別の絵を見るとね、共同といってね、お経のね、蔵が、お経が入った家みたいなものがね、描かれてる宮学堂の絵も実はあるんです。今ならばね、このお釈迦様の教え、こういう説法ですね、このこういう言語に忠実に教えの通りですね、説く人が東岸の人に当たります。教えの通り、本当はちょっと難しい、申し訳ないですけどね、やっぱできるだけやっぱりね、原文が私いいと思うんです。ちょっと皆さんには難しい、申し訳ありませんけどもね、原文の方がね、教えが曲がらない、ね、忠実に説いた方が、ね、教えが私は正確にお伝えできると私は思っております。だからちょっと皆さんにはちょっと申し訳ないんですけどね、今日はちょっと教えが曲がらないようにね、明らかにしたいと思って、あえて原文をね、話しさせてもらってます。東岸の声といったら凶暴、教えの方、仏法そのものですよね。それがあなたをね、西の岸へとね、運ぶ力となるんだと、こうおっしゃるんですね。なお凶暴ありて尋ねることができるというふうに例えられます。すなわちこれを声のごとしと、こういうふうに言うたんですよと。次、あるいは皆さんがね、この白道をね、一歩二歩とね、進んだところね、軍属がね、呼び返すとあるんですね。皆さんがね、一歩二歩、一年二年とね、求めていったらですね、軍属がね、皆さんがね、真剣に仏法を求めようとすると、あなたの弓道文法を妨げるね、あなたの心もしくは周りの人もね、反対する人があるかも分かりません。軍属が、呼び返すと、軍属が呼び返すというふうに例えられています。これは何を例えているかというと、すなわち別芸別行悪見の人ら、いわゆる別の理解をする人、あるいはね、これ以外に道があるんだという人いるんですね。この教えとは違う理解をする人と、これ別芸別行、この行とは違う行、ね、この念仏行とは違う別の行で助かるんだという人もいる。あるいは悪見、これを悪く見るね、真理に暗い、真理を逆さまに見る人たちもあなたの周りにいるし、あなたの心にもね、別な理解、別の行、悪い考えがあなたの心にもあるかもしれません。そういう人らのことをですね、軍属と例えるんだと。そして乱れにね、権威を解きてね、こうだぞ、勝手に自分の仏法の理解を振り回してね、お互いに愛わくらん、ね、惑い乱れてですね、で自らね、教えを曲げて罪を作ってね、体質ね、退いて失われていく、間違った考えに陥ってね、もう白道するのやめたとなってね、自分の間違った考えに引っ張られてお休みしますということでね、ちょっとそういう方もありますね。体質退いて失われる、罪を作って仏法を勝手にねじ曲げて、その教えを勝手に自分でねじ曲げて都合のいいように解釈してちょっとね、退出するという人も出てくると、それを例えたんだと、こう信頼書におっしゃるんですね。次に災難の人、災難の人、
これは何かと言ったらですね、災害の人に人ありて呼ぶ、災害の上にね人がいて私たちを呼んでるそうです。呼ぶ、これは弥陀の害に例えるなり、災害上にねおられる人というのはですね尊い方なんだけどね、今皆さんはねこの川が大きすぎてね見えないんです。見えないけどもねおられますよと言いたいんです。救われたら分かる、救われまで分からんけどもね、川だから、ね、白道も途中までしか見えませんけどもね、ここは信じてもらいたい。必ずねあなたを救うね方がおられるから、弥陀の害、阿弥陀仏の願いの心をですね災害の人に例えて来いよ来いよ召喚と言って招きね来いよ来いよ呼んでおられますね。これが阿弥陀仏の姿ね、そのまま来い落としはせぬぞ、右手がねそのまま来い召喚、左手がこれで落としはせぬぞ、必ずねどんな人も救ってみせるという仏様の御心をね右の手と左手で表し、そのまま来い落としはせぬ、弥陀の願意をですね、災害の人のこととして、例えられております。で、そうするやがてねあなたはねひたすらこのお二方の二尊のねお二方の尊い方に導かれていったらね、やがて白道を、進んでいくと、やがて短い時間主流、これ難しい感じすいません、主流でこれ短い時間を言います、わずかな時間、短い時間を主流、主流に、災害に至って浄土にたどり着いて、周囲に浄土にたどり着いて善友愛見てね、良き友が浄土におられます、仲間がいっぱいいる、ね、これは阿弥陀仏と交わるし諸仏方、ね、同じね、諸仏様もたくさんおられますから、善友がお互いにね見てね、よかったよかった、ねね、誠の友は浄土にいっぱいいるんです ね、善友が愛見て、ね、よくよくぞここまで来られましたとね、よく来た、ようこそようこそと、ね、歓迎してくださるのが極楽浄土でございます、ね、よりて、ね、善友が愛見て喜ぶというのが、これはねちょっと長いですけどね、すなわち修行は長い間久しく生死に沈んでいた、ここに来るまではね皆さん過去ね百千里ずーっと古い過去見るとね、我々修行はね久しく長い長い間ねずーっとね久しく生死、生まれては死に、生まれては死にをじーっと沈んでいた、そして皇后、はるか昔から皇后からずーっとですね輪廻我が回るようにね武天輪廻してきて、名刀迷い倒れていたね、迷い倒れてずーっと苦しい苦しいとずーっとね、浮かんだり沈んだりしてアップアップみんなね苦しんできた、これが全ての人の姿、そして自らまとうて煩悩にまとわれて煩悩の縄に縛られてね下脱することができなかった、あなたを縛っていたのはねあなたの業の縄です、業の縄に縛られてね、このこれが解かれて解放するから下脱、ね、このね自分を縛っていた業の縄が解かれて下脱ね、苦しみから脱出する、それができなかった、ずっとですね、自らまとうて業にまとわれて下脱することができなかった、ね、これが、それまでのこと、そして今ですね青い絵、今ねそういう中皆さんはね白道を進んでられますよね、この家白道を進むということはですね、青いで釈迦発見して、釈迦はね発見、ですね発見、これねこんなに書きます、起こすやる、これはねこれ西に向かって行け、これ発見と言います。お釈迦様はねこの登壇でね派遣の剣起こす ね向こうに西に向かって行きなさいというのをね発見と言いますね、これを私たちは信じて、西に向かって進んでいくんですよ。釈迦は発見して指を指さして西方西の方角へ向かわしめたまえる、向かいなさいということをね教えを被る、ね、西に行きなさいという教えを私は今被って、今幸せな道を私は進んでいる、
また弥陀の悲心召喚したまえる。阿弥陀仏はね、悲心、大慈悲の心ね、悲はこれ哀れみ、苦しんでる人を救ってやりたいという哀れみの心、大悲の心であなたをね招いて呼んでられます。来いよ来いよ、どんな人も救いますね。この道を進んでいきなさい。来いよ来いよ、弥陀の大慈悲の心であなたをね引っ張ってね、ね、召喚したものによりて、このねお二方の尊い二尊、お二方のね、御心に従って、二尊の御心に従ってね、に信従してね、仰せにはいと従い、信じ従うね、この東と西の尊い方のね教え、仰せにを信じはいと従う。やはりね、素直さ、この素直さがねあなたをね幸せにするね一番大事なことと言われますよ。素直にね教えが聞けるかどうか、だいたい私たちひねくれてますからね、素直に聞かないんです。そういう中ね、素直に信順することができたならばね、本当の幸せになれますから、信順とこうね、お釈迦様、善道大師はおっしゃって、信順して、信順できたらね、水か二が煩悩や怒り、煩悩よく怒りがあっても関係ないんですね。水か二がを顧みずね、いくらよく怒りが落ちて起きてもね、水か二がを顧みずね、もうね触りとならない、ひたすらね仏法を聞いていけば、欲や怒りでもね煩悩即菩提でどんどん消えていきます。煩悩から離れていくのがね、またこの逃げ学道でもあるんですね。水か二がをね顧みずにね、この煩悩を乗り越える力があなたの信心にねあるんです。これ少女顔王上司はね、煩悩を乗り越えさせる二があるけどね、逆道が、これがあなたの信心ですね。これ信心、信心は煩悩をね離れさせるね、そういう力があるんですね。あの教行信心におっしゃってますね、信内証人ね、信はよく長く、煩悩のもとを滅すとおっしゃってますね。信はよく長く永久に煩悩のもとを滅する、これ有名な華厳経の言葉をね、親鸞聖人ね、解釈されてるんですね。煩悩のもとを滅す、これ親鸞聖人の言葉、お釈迦様の言葉ね。信、皆さんの心がね成長すると、信がある人ですね。この信というのはあなたの心をね長く永久に煩悩がのもと、煩悩の元を立つんです。草さでもそうですね、元を立つから草さが消える、あとは枝葉だけ。ただ救われたらね、枝葉は残るけどね、元は立たれるからね、もはや苦しみとはならない。だからよく怒りいくらあってもね、顧みず、それまではビク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 ね、追加によって、苦しむんじゃないかと思ったけどね、もうこれが触りとならなくなる。水か二河を顧みず、これがもう煩悩がもう触りとならない、ね、でどんどん煩悩が減っていきますから。なぜならば親鸞聖人は教行信証に、神官に華厳経を引用されてね、信心はよく長く煩悩のもとを滅すと、はっきりね煩悩のもとがなくなるとおっしゃってますからね。この体験ができるから、どんどん煩悩から離れて、脈動がどんどんですね大きく広がって、水か二河がねだんだん、ね勢いが弱くなって、でやがて災難に、主義に災難にたどり着けるんだというふうにおっしゃるんですね。水か二河を顧みず、年々にね、これないし1年ないし10年ということがありまして、年々に忘れることがない、ずっとね心が一つにね、妄想が起きにくくなる、ずっとね心が一つになって、ないし10年ないし1年ということがありますよね、ないしなんですね。年々に忘れることがなく、ね、他の眼力の道に乗じて、ね、眼の力の道、眼力の道に乗って、脈動にしっかり乗ってますからね。この眼力とは脈動という他力の信心ですからね、眼力の道に乗って、ね、そしてこのたどり着いたらね、シャミを通せ、シャミを、これが本当の一年です。これで二重相乗で、ね、よく怒りが完全に、まあ、完全じゃないけどね、
ほぼなくなります。渡り切った時がシャメオ、ね、命が終わるシャメオね、シャメオ以後命が捨てた後、ね、かの国に極楽浄土に生まれることができた。これが生きてる間なんですね。これ親鸞聖人ね、この解釈はね、晩年ね、あの生きてる間とおっしゃったんです。功徳書にも書いてます。シャメオ以後かの国に生まれることができて、仏と、これ仏ね、仏様、阿弥陀仏、諸仏と相見て狂気することなんぞ極まらん、ね、狂気、ね、狂気、ね、形容の形、狂気ね、形容の形、喜ぶね、狂気すること極まれないと。でこれはあの禅道大祖解釈ですけどね、あの晩年親鸞聖人ね、ここをねこういう風に解釈されてます。最後ちょっとね、親鸞聖人の了解を今から説明しますね。親鸞聖人晩年ね、80歳超えられてからね、やるともう一度ねこれ解釈されるんです。こうおっしゃってますね。この聖典では566ページですけどね、この、まあ狂楽、まあ、同じで狂気、狂楽ね、あのこの意味をですね、こうおっしゃるんですね。この狂はね、逆徳の語、逆徳の意味だとおっしゃるんですね。つまり生きている信心逆徳、この狂は逆徳の意味だとおっしゃるんです。ね、楽の言は、ね、越喜、喜びの言葉、歓喜予約の頃を楽というとおっしゃってね、この狂がポイントね。逆徳、因果、因果が落ちたようにね、はっきりするし、喜びがずっと続くしね、もちろん喜びがずっと続けてもやがて消えますけどもね。でもこの不退転の悟りは消えません。逆徳、信心逆徳はのことをこれ狂でおっしゃるんです。狂楽とは、狂の言は因果の言になり逆徳の言葉である、こういうふうにね親鸞聖人晩年おっしゃってますね。もう一度いきますと、最後ですね、狂楽はこれね、例えの前の方の文章だったんでちょっと違うんですね。前半の時は狂楽とおっしゃって、後半は狂気とおっしゃるんですね。まあ、ちょっと狂気と狂楽違いますけどね。でこの狂楽道で親鸞聖人は、これは逆徳だというね、渡り切った時が信心逆徳だと、こういう意味合いでも取られてね。ただ生きてる間に不退僧正ができるという文章が晩年に見られるから、あれどっちなんだと思うんですね。だから両方あるのかもしれません、ね、二百道で言ったらね、まず百道に乗った時に救われる、これが教行信証信観の内容。愚徳書ではね、この二百道をね、百道で理解して渡り切った時にまた、この信心逆徳と、ただこの救われた後もさらに進んでいって煩悩から離れていくと、そういうふうにも取れるし、まあ、いろいろこれ味があると思います。いずれにしてもね、やっぱり煩悩から離れていかないと幸せになれないんでね、親鸞聖人は晩年は煩悩から離れていく言葉がいっぱい出てくるのはそういうことなんですね。やはりこの二百道でいろいろ味わってもいいと思いますよね。本当の意味はやっぱりね、この渡り切るのが死んでからじゃなくて生きてる間だと。初めは親鸞聖人は法然上人と一緒で太子往生と思っておられた。今救われたら死んだら極楽、こういう思いで親鸞聖人はずっと生きておられたんですけどね、晩年ね、やっぱり渡り切ることができると思われて渡り切られた体験があるのかもしれません。だからね、このお言葉をね、親鸞聖人に味わってね、写メを、ここも一面だというような感じでね、そして信心逆徳の逆徳はここだというような言い方をされてね、浄土城が生きてる間だというような文章があるのはこういう理由なんですね。それは両方正しいと思います。救われて煩悩が変わらない、まあ、これがほとんどですけどね、そういうのがまずあって、その後煩悩から離れていくというのがまたね、あるというのもね、説かれてますから、でちょっと浄土真宗ややこしくなりますけどね。でも仏教から言ったら別に同じです、ね、ただひたすらね
暴動から離れていく道取りで進む人もあるだろうし、真理を賜って進んでいく人もあるだろうし、いずれにしてもね、真理があろうがなかろうが、ね、煩悩から離れていく、そしてやがて、この浄土往生する、これが大事ですからね。なら両方あるのかもしれません、ね、これしかないという方はね、まずいのかもしれませんね。だから法然上人もね、この浄土真宗浄土仏教は、ね、悪人の煩悩のための例えなんだと、この例えの最初にあるんですね。この例えはね、煩悩のためだと、上の方によると、ね、いろんな行があるけどもね、今から言う例えはね、上の、ね、方だから、少しの苦労で大きな利益は得られるということで、善道大師はね、煩悩のために作られた例えでもあります。だいろんな例え武器でありますけどもね、そういう一つの例えとして教えられた、まあ、こっちが一番いいですよと。でもこれでもね、やっぱいろいろ人によって違うから、いろいろこれね、味わいができるのでね、一つに固定した言い方はないような感じがします。いろいろ人によってね、味わってもね、いいかなと思いますね。でも一応これ原文はね、こうありますから、まあ、今日は原文通りにね、お話をいたしました。まあ、これが一番ね、まあ、確実な道取りというか、幸せなる我々ボムが進ませてもらえる道ではないかなと、こう思いますね。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。